静岡薬科大学は静岡県静岡市そろ区二丁目に本部を置いていた日本の公立大学である。1953年に設置され、1990年に廃止された。大学の略称は静岡薬大。1987年に静岡県立大学に統合され薬学部となった。本校では旧正静岡県立薬学専門学校など、 全身諸校を含めて記述する。1916年に設立された私立静岡女子薬学校を源流とする。直接の全身校、旧正静岡県立薬学専門学校は、もともとは私立静岡女子薬学専門学校として設立されたが、教学科を経た後、静岡県に移管された。同窓会は、製薬学誘拐と称し、旧正 申請行動の会である。新キャンパス移転後に完成した静岡女子薬学校の本館私立静岡薬学専門学校は財政基盤が脆弱で私立での薬科大学設置申請は認可されなかった。1953年度までに新生大学に移行できない旧生専門学校は廃校の運命にあった。文部省の移行を入れて静岡県に関することで ようやく薬科大学への昇格が認められることとなった。静岡薬科大学の航空写真。旧制静岡女子薬学校創立時は、初代校長、岩崎正吉が経営していた、岩崎眼科委員の一角を校舎として使用した。1924年、市内河原場町の元長寺林地の新校舎に移転。河原場校地は、 後新の旧制静岡女子薬学専門学校、旧制静岡薬学専門学校に引き継がれたが、共会となったことと、借地契約上の問題が発生したため、1948年7月頃から、市内ソロの元三菱重工工場跡地に分、教場を設け、徐々に移転した。1952年9月の旧制静岡県立薬学専門学校発足時までには、 ソロクコーチに完全に移転した。河原場コーチは1952年12月に閉鎖された。新生静岡薬科大学はソロクコーチで発足し、更新の静岡県立大学薬学部も1987年の発足時は同地を使用した。同大学薬学部は1989年に現在の矢田キャンパスに移転。ソロクコーチは現在は 静岡県立大学短期大学部のソロクキャンパスとなっている。ありがとうございます。